はい、202回武井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、またネタを引っ提げて、ライブに挑んできたんですが、まあ今回はですね、矢沢永吉さんネタを、やってきました。場所がですね、中野小劇場と言いまして、まあ結構中野っていうのは芸人の街であったりとか、いろんな俳優さんがいてたりとか、ほんでまあ劇場なんかね、中野サンプラザがたりとかして、んでその中の小劇場っていうのはでかいんですよ。うん、すごいいい舞台で、そこでちょっと矢沢永吉さん漫談やってきました。見てください、どうぞ。ようこそ矢沢永吉ファンクラブ会員番号1260番、武井照彦で中、よろしくお願いいたします。皆さんもちろん矢沢永吉さんのコンサート1回も見に行ったよね。じゃあ聞こう、矢沢永吉さんのコンサート1回でも見に行ったっていう人ってわけで、ファイなぜに皆さんこの状況、俺はいいけど矢沢はどういうかな。そこの分析、俺はいいけど主催者はどういうかな。じゃあ今から皆さん、俺が矢沢永吉さんのコンサートの魅力をプレゼンするから、それ聞いたらもう絶対行きたくなるから、一番盛り上がるのはやっぱり武道館。武道館の会場開けたらアリーナではもうコンサート始まる前から大盛り上がり、 A ちゃんコール、 A ちゃん A ちゃん A ちゃんドーン。会場は真っ暗、ステージからドラムのスネアの音から始まる、ストン、チッタ、チトトン、チトトン、タタタタ、チャーン、チャーン、ステージ照明ビカー、ほぼドーン、ドーン、ドーン、ハーレー50台引き連れて、A ちゃんがハーレーに乗ってやってくる、A ちゃんの登場の演出はいつも派手である、一番印象に残ってる演出は、真っ黒のスーツ着たトランシーバー持った SP2 人がまずステージに出てくる、そして周りを見てトランシーバーで OK です。そしたら矢沢永吉が SP5 人に囲まれて出てくるわけ。周りの SP はもうこんな感じよ。矢沢さん、あなたは誰に命を狙われてるの？とファンは誰も言わない。A ちゃん最高！これ本当の話じゃないんですけど、何年か前、矢沢永吉さんがプライベートで一人で歩いてるの見たことあるの？どの町かんだ？大阪は通天閣がある、あの町知ってる？泥棒の被害が一件もないの。なんでかって住人のほとんどが泥棒やから、その町を矢沢永吉が一人で歩いてるわけ。そこは SP つけろよ。話は武道館に戻します。5曲連チャン歌った後にやっと矢沢永吉さんの MC、 あのさ、この前ユーミンのコンサート見に行ったわけ。あ、 NHK の番組でね、それでインタビューされたわけ。矢沢さん、ユーミンのコンサートはどうでした？うん、よかったよ。でもユーミンが見えないね。え、どういうことですか？ユーミンは演出が派手すぎるよ。演出に頼りすぎ。俺矢沢はステージを何も言わない。だって矢沢が演出だから。じゃあハーレ50台とか SP は何なの？とファンは誰も言わない。A ちゃん最高！ワッキューロールに感謝しましょう。 A ちゃん最高！筋肉に感謝しましょう。え、今のどういうこと？ママよ、 A ちゃん最高！帰りはファンが全員誇張した A ちゃんになってるわけ。もこんな感じでこんな感じで俺絶対将来 A ちゃんみたいにビッグなったんねんって言うファン、70超えてるおじいちゃん、もうこの動き年相応。皆さん、年末ぜひ武道館 A ちゃんのコンサート行ってください。俺はあいみょんのコンサート行きます。どうしてもやりたかったの、あの大きな舞台で。うん、受けへんのは分かってって。うん、まあ見に来てるお客さん、矢沢永吉さんに興味ないの分かってんねん。でもあれやりたかってん。うん、でもまあご夫婦の方とかね、は笑ってたんですけど、エイちゃんに興味ない人はポカーみたいな感じやけど、でもね、
俺なんであえてそれをやってるかって言ったらね、なんか興味あることに対してそこにこうボールを投げようとするのってなんか、逆に合わしてるなっていうような気がするんですよ。逆に興味を沸かすっていう、なんかその表現力を俺身につけたいなと、ちゃんと知らんけどなんか話聞いてたらこう引き込まれるなみたいな、例えばこれが、逆にこれ長渕さんのコンサートを語るにも、そんな、例えば本当に昔のね、例えば、聞いたこともない今の若い子が聞いたこともないようなアーティストの話をしててもぐっとこう引き込まれるような、そういうのを僕はやっていかないかんかなと思って、あえてまあ、A ちゃんのね漫談をやらせていただきました。まあね、やっぱりねドーンと受けなあかんよね。まあ改良の余地ありです。